君の幻想を追い続ける恋物語ファイナルファンタジー10-2をゆっくり実況プレイ。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしちゃってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さて、子供相手で適当なこと言っちゃダメだよ、言うなってば。リアンとエイドのことですね。前回雷平原でその前にですね、スフィアブレイクの大会で優勝したユーナたち一行でしたね。その後雷平原に向かって、そこでキマリ長老の角を直すためリアンとエイドが旅をしていて雷平原で出会ったんですよね。そこでですね、彼らにこう問われたんですね。長老の角を直すには、どこに行けばいいですかと、どこで情報を仕入れればいいですかとユーナは聞かれ、そして答えた場所がジョゼ寺院とね、いうのは答えたわけですね。そのジョゼ寺院にはですね、今アルベド族が、はびこってるって言っちゃダメか、アルベド族がたむろしている、いやそれも言葉悪いな、アルベド族が駐屯している、アルベド族がまあいっぱいいるんですね。そのアルベド族はもしかしたら決まりの角を直す方法知ってるかもしれないっていうことでね、ユーナは言ったんですけどさ、どうなんかな。まあリュックはこう言ってるんですけどね、適当なこと言っちゃダメだよって。あらすじが長くなりましたね。ロンゾの長老はあの子たちのことを心配してるんじゃないのか。あ、そうですね、間違いなくしてるでしょう。突然いなくなったんだもんね。でですね、今回はナギ平原の方に向かっていきます。ミッション1、2、クラシコの落ち着く先も決まり一安心ってところだが、様子を見に行ってみるか。ミッションが2つあるんですね。とりあえずミッション1行きます。谷底の洞窟から SOS 信号だ。昔は祈り子があった洞窟だから寺院の魔物と関係があるかもな。はい、ここ今から行くこの谷底の洞窟はですね、用心棒の召喚獣が使えるようになる祈り子様がいらっしゃったんですね。ただこの祈り子様、実は盗まれたものでして、無理やりここに作らされたと。でしかもですね、この今から行く谷底の洞窟で、前作 FF10 でユーナに同行したルールーの師匠がですね、死んでるんですよね。まあ今はの地っていうかね、あまりいい地ではないんですよ。やっぱり魔物が、いきなり奥から魔物が逃げそびれた人は何人かいるんだ。やばい。だが私たちではかなわない。くそ。あれ、正直に言うと呆れたんだ。こんなところで遊ぶ方が悪いって。取り残された人たちを助け出してくれませんか。もちろん引き受けますよ。引き受けます。引き受けなくても OK です。ありがとうございます。お助けはカモメ団に任せなさい。ものすげえ跳躍力。話聞いてた、なぜかキーリカのブリッツの選手たちがいましたね。観光客を救出せよ、逃げ遅れた人を助け出せ、魔物出現を食い止めるには彼らが持っている何かが必要だぞ。お？彼らが持っている何か、多分ですけど、中にいる人たちを助けて何かアイテムをもらうってことですよね。これはもう使えないんだな。うわあ、ここでさ、FF10 必死こいて、俺、魔物集めましたよ。トンベリだったかな。トンベリがなかなか出なくてね。ようやりましたわ。いましたね、人影があった。魔物がいきなり、助けてくれるのありがとう。9人以上での行動は苦手。前から5番目までなら何人いても我慢できる。前から5番目までなら何人いても我慢できる。とりあえずじゃあ連れて行きますか。ついてきてくれるんですね。なるほど。何人いるんだろうな、観光客が。人がいますね。あわわ、お助けを。4人以上での行動が嫌い。前から2番目なら人数は気にしない。じゃあこれ連れて行けば OK だね。結構なおっさんじゃないですか。一応この2人は OK ですね。5番目までってことで、最初この人連れて行くのはまずかったかもしれないですね。一番最初の人。人いますね。
6人以上いると前か2番目までなら平気。置いていく。これ今まで連れてきた人たち消せないのかな。消せなさそうですね。宝箱じゃない。私は逃げ足に自信があるんだけどね、放っておけなくて。3人で一緒でなかったら逃げるわけにはいかないよ。連れて行きます。氷の指輪ゲットしましたね。これちょっと確認したいんですけど、何回もこれ入ってきていいのかな。ちょっと待ってくださいね。何回でも外に連れていくことが可能なのかな。そういうわけではないのかな。あ、違うね。これ何回も行き来しなきゃいけないみたいですね。で、とりあえずこの人がもうすでに連れていけないので、この5人はもうまとめてボンって行っちゃいましょう。終わらせちゃいます。やっほやっほ。まあタイマーの腕はつけてるんでね、エンカウントしないですから楽でいいですね。うん、そう、このエネルギーコアっていうのを入手しなきゃいけないんですよね。バイバイ、ありがとうありがとう。タイマーの腕はつけてるんで、バイバイ。あと12。情報がないんですけど、適当にやっていくと時間がかかりそうなので、前から2番目って言ってましたよねこの人ね。だから最初とりあえず話しかけちゃいます。復旧第一段階までエネルギーコアあと3個か。はい、話しかけます。連れていくでしょ。でさらに奥の方に進んでいくんですけど、1番目以内とかっていう人もいるんだな。まとめてボンっていけるパターンないのかな。書いてなさそう。1番目以内ってどんだけ。もうこれあとですね、一番最後だな。2番目以内、3番目以内って人がいますね。 OK、 めっけ。この先、今の逃げてる人じゃなくて、ここ左に曲がって、でちょっと出っ張りがあるんですけど、その左ですね。お、少年少女たちが逃げ回ってますが、ここにいる人、手段行動は最初3人で後から増えた場合はなぜか気にしない。集団行動は3人までと決めている。ただ最初3人で後から増えた場合気にしない。最初3人で後から、これは連れてっていいんだよね、大丈夫だよね。4番目以内って人もいますね。4番目以内っていうのはここを右にまっすぐ、今ユーナの進行方向まっすぐに行ってちょっとある出っ張りのとこにいる人。うん、連れていきますからの、5番目以内って人はない。7、なんか走ってる人いたよね、この方かな。そしたら人いない。さっき走っていった人はどこに行っちゃったんでしょうね。うわっせ、タイマーの腕はマジオツだな。アザースって感じですよね。ナギ平原のこのミッション時間かかるな。走っていった人はどこに行っちゃったんでしょう。
9人以上いると9人以上と一緒に7番目まで7番目までにしないとですね。じゃあこれ連れていけばいいんだね。これで OK だ。氷の指輪また今人数多いんですけど、もう走ってきた人はダメなんで、少年少女たちを連れて行きたいな。あの子たちがどうやらただどこ行っちゃったんだ。少年少女たちよ、どこに走って行ったかな。あ、いた、あの正面の子たち。そうでしょ。二人とも12人までなら気にしない。前から10番目までなら人数は気にしない。よし、これでバッチリですね。で、多分また来なきゃいけなくなるけど。カットしたいな。倍速編集とかできたらいいんですけどね。もう11分？次のパートに移るか。わっせ、わっせ、大人数ですね。タイマーの腕は本当オツだわ。助かるわ。さっきの走ってた人はここら辺にいる？いた。でもこの人今は連れてけないです。残念ですけど。よし、着いた。パート区切りたいですね。区切りますか。はい、あざーす。はい、お疲れ様。助かってよかったね。ありがとうございました。あ、ありがとう。エネルギーコア。お、少年少女ありがとう。はい、エネルギーコア。やったね。逃げ遅れてる人があと3人います。ではここで区切りますか。ご視聴お疲れ様でした。次のパートでまたお会いしましょう。